ープニング撮らなきゃ確かに今年って何年だか、ほら撮らしたら、ほら、うん、今年の振り返り、うさぎ、せーの、ガオーからのぴょんぴょん。分かっちゃったよ、だから徳が今やることがなあ、みんなすごいねギャンパレ2022年のライブが最後になるんですけど、2022年本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本当にマジで一瞬だった。今年1月がさ、まずさ、体感数日で終わったから、数日で終わったすごいよ1月やって終わって、なんか10人の合宿、そう10人の期間があったっけって思うぐらいの、確かに、ビーパーとココナッツで知ってくれた人もいるじゃん、うん、で人がやっぱギャンパレになって、その寂しいっていう人もやっぱすごいいて、確かにいたね、やっぱもうこういう思いはさせたくないなっていうのめっちゃ思う、うん、私の目標がギャングパレードで1年間続けるってそうよ、そうよ、本当にだからそれが本当に達成できたのがまず嬉しい、よかったね、確かに、ね、普通に本当に当たり前じゃないからね、当たり前じゃない、本当にそう、ね、本当にそうなのよ、ありがたいですよ、でもなんだかんだそういう人たちもさ結局遊びに来てくれてるっていうのが、うんうん、そうですね、なんかすごいみんなからの愛をすごい感じる日々だった。あと君たちとまだ深い仲になって1年っていうことが信じられない。まだ1年経ってない。もっと一緒にいる気がする。まだ最初喋ってたんだから。だってちびっこでちびクラブどうしよう。ゆあちゃんも話してくれなかった。そうだよ。それは感じる人のことがいる。そうだよ。ちびっこちびっこクラブね。歩み今は歩み寄れるようになりました。じゃあ、怒涛のお正月から、みんなのこともっと知れて、うん、楽しいっすよ、楽しいっす、お正月らしいです、辛かった泣いてたもんな、え、泣いてたっけ、泣いてたよ、そう1月ね、でもあれから涙も少なくなって強くなってますよ、泣いてないよ、全然バスの座席が悪かった、そうだよ、くじ引き最下位で泣いたのと、私が見たのはと、お正月の、ライブが終わった直後に泣いてるかな、みたいな、そうだそうそう、あるからね、この勝ち席や、お願いします、可愛いキラキラハンター、そうか、ギャングパレード、え、これで左足より、初ツアーどうですか、緊張してます、私は許して楽しみ、2年ぶりのライブなんで、ね、すごい楽しみで、本当に嬉しくて涙が止まらなかったです、一生押します、やっぱり再結成してくれたのもすごい楽しみである、メンバーも増えてるんでちょっとどうなるかなという感じではあるんですけど、頑張ってほしいです、2年間別で動いてた間も好きでいてくれるその愛の大きさにびっくりするこうやって、はい戻ってきましたって言ったら、うわーって言ってくれる人がいる、ってくれるの、遊び人はすげえマジで、ギャングパレードゴーズオンツアー大阪来てくださってありがとうございます、イエーイ、ちょいまちょまちょ、元日に再始動して、こうして大阪に今日来ることができてとても嬉しいですみたいなのをやって、やっぱり新年だということで今年の抱負を、みんなとメリケンさんのような笑顔でいられる大晦日を目指します、大晦日急に出てくる、そう、年明けやけど大晦日に目指してるってとこがミソなの1年の最後のとかなんかさ、なんかつけたこと、誰かが突っ込んで、そうだ、突っ込みました、誰かが突っ込んで理解してもらったらいいよ、バナナバナナナバナナバナナナバナナバナナナバナナバナナバナナ、
負けた。喜ぶ。いきますよ。はい、頑張れー。バーの皆さん、はじめまして、ギャングパレードのキャノンです。バックに入る前からギャングパレードと遊び人が人生の中で楽しみになっていました。そんな遠い存在だったグループに今自分がいることがすごく夢みたいだなっていう、10人で同じ夢を見れることってすごく素敵なことだなって思って今はまだ何もできないけど、これから必死にしがみついて頑張るので、これからよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。のんさん素晴らしかったよ。よかったじゃん。緊張しました。今日はなんかでもあんまりお客さんの顔見れなかった。今日緊張しちゃって。ありがとうございます。声出てなかったよ。どれポンポンポン。ただ開けました、開けましたっていうのを先にこっちに持ってて、で、その後にこうちょっといい MC でしたよね、昨日のキャノンの MC。 今何話そうって、まだそんな明確にはないんですよ。1週間先にって MC ある時って、なんかいつもの倍ぐらい、3.5 倍ぐらいは緊張します。ゲボ吐きそうになるんで今日は逆に MC がないんで、ライブに集中します。さらに幅が広がったギャングパレード、老若男女問わずたくさん愛されるグループを目指します。そしていつかお茶の間に進出します。真面目だな、うん、それからあれは、はい、ブラジルまで声届かせます。ブラジルの皆さんちょっとアレンジ。名古屋出身だからこう喋ることが多いじゃないですか。楽しむぞっていうよりはいつも緊張してます。映されてるこれがキャノンの元気の源。ちょっとね、マイカも意外と金太郎さん。やなんだけど言われてもやだな。月の方が金太郎さん。前置きを入れるか、私の中の順番的にはそっちの方が、うんうん、13と15の1日は何かあるんですか。できる東京で言葉にするのが得意な方ではないですけど、伝えられてたらいいな。はじめまして、ギャングパレードになりましたキャンベビーです。たくさんの楽しいとか幸せとかを遊び人に教えてもらったので、ギャングパレードで私が返していきたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しい、うん、なんか気持ちはついてる。いっぱい仕事しました。ありがとう。めちゃめちゃ響いてたよ、たぶんお客さん。うん、ね、ちゃんと言うのかこれからたくさん返してる。うん、嬉しい。ベビーの思いは絶対届いてるから、それを次伝えればいいね。大丈夫。もう何文章思い出さんでもいいから、遊び人に言いたいことをとりあえず伝えろ。今何を遊び人に伝えたいんだって言ったら、ありがとうございます。したらありがとうございますって
ってた。それなんやなって思って。バサバサベイビーや今日は。キングベイビー目指してこい。キャントストップ悔しいなくしたことも悔しい。いい。うわあ。お客さんとかもすごい遊び人の方とは会うのは初めてになる今回のツアーだったので、大阪だったりとか名古屋とかでやっぱすごいたくさん初めましてってその特典会とかあったりしたらなんか来てくれたりとか、本当にすごいいろんな人が今興味を持ってくれてるんだなっていうのを感じて、来てくれた人には楽しんでもらうのもちろんなんですけど、来れないなってそういうもどかしさとかあったりする人にも楽しんでほしいし、ギャンパレの良さとかその楽しさを知ってもらえるライブになったらいいなって思います。ギャンパレわー、ギャングパレードになりました。キラメイです。もっと大きなところへ、もっとたくさんの景色を見ていきます。皆さんと一緒に進んでいきます。遊び人の皆さん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。できて1ヶ月も経ってなくて、これからどういう方向で進んでいくみたいな話とかもまだまだ少ないと思うから、これからを見て進んでいきたいなと思います。私たちの力で本当にいいライブだったってお客さんに思ってもらえるようなライブをもっともっとこの次のツアーとかでもしていきたいし、今までのギャングパレードとかゴーテザベスとかで撮ったことがないぐらい大きいステージに立ちたいなっていうのがすごい思います。なんとはね、人生がそうだ、変わったでしょ。いいなんか天気だった。え、何月だっけ。3? 3月。しかも私さ、今年のさ、1月10日にさ、それまで活休してたからさ。あ、そうか、確かに。なんか一気に変わるね、怒涛の。確かに。じゃあ振り返りということで、はい、私たちは ね新あ、私はメンバーとして新しく、はい、で、なるちゃんは活動休止から復帰して、はい、一緒のタイミングで、ね、一緒のタイミングで入りましたね、はい、でも、なんだろう、どうだった？え、なんかすぐ終わっちゃいました。びっくりしました。気づいたら今日が来てました。はい、お披露目かな、もう7ヶ月ぐらい経ってる。ますね。はい。大変でした。大変でした。大変でしたけども、楽しいことの方が多かったですね。楽しい？いや、大変だったかも、でも。はい、大変でしたね。大変なことですか？山ほどありましてですね、何にも分からなかったもので、今も何も分かってないですけど。すごいいい1年、1年はまだ経ってないですけど、でもすごいいい年でした。なんか最初はね、なるちゃんも私、なるちゃんもちょっと喋りかけれなくて、最初あの、じゃ、ほんとになんか、あの、なっちゃんと3人練習みたいな時に、なっちゃんがいなくて、なんか個人で、なんかなるちゃんと私がなんかワンツーマンみたいな時間があって、やばいって思って、しかもなんか、なるさんとか言って、なんかなるさんにも、なるさんでもさ、普通にさ、ミキとかと話すよりもさ、なると話す方が最初さ、ハードル高いよ。いや、そう、なんか、なんかなるさんに迷惑かけないようにとか思って、あ、ちょっとあの、そこ帰っても大丈夫ですよとか言って、こっから私一人でやるんだみたいな言ってたよね。でも今はこんな感じで、なるちゃんとせいちゃんでやってます。ね、映画見に行っちゃったりましたよね、はい、映画みたいな、ニコイチみたいな感じで、こう、双子キャラみたいな感じで。それは違かった。すいません、そう、違かったっぽい。はい、仲良しになりました。仲良しです。あの、こういうビジネスとかじゃないです、別に。はい、遊び人の皆さん、ずっと会いたかったです。ギャンパレが再始動するってなった時はすごいびっくり、本当
しかったです。もともとその、まあ、この事務所に入る前からもずっとギャンパレのこと好きだったし、音楽とかもすごい好きだったので、また歌えるっていうのも嬉しいし、また聴けるっていうのも嬉しいです。めっちゃ騒がしいです。13人もいるってすごいなって思って、もう T の時も5人とかだったんで、大人数久々すぎて、すごいですね。13人も。どう？調子は？調子ですか？ちょっと、まあ、あ、緊張してるかも？緊張してないですけど、ひよってます。ひよってんの？それって。今までのライブで緊張したことなかったんですけど、珍しくですね。めちゃくちゃ緊張してます。けど、なんかさっき、ココさんとかといろいろ喋って、なんか自分のやらなきゃいけないこととか、見せなきゃいけないこともちょっと、なんだろう、思い出したというか、そこを目指してというか、こうやって頑張りたいなって思ってます。楽しみではあります。何を目指すんですか？思い出した。一番この13人の中で突き抜け。めっちゃ大きな野望ですね。ギャンパレに入ってよかったってお客さんにも思ってもらいたいし、なんかその未来、これからが楽しみになるようなライブにしたいなって思ってます。昨日体痛すぎて落ち着いたのが12時半くらいだったんですけど、そっから24時間やってるあの中国人のマッサージ屋さんに行きましたおばさんでこの遊びにいたのに優しかったですどうだったじゃあもう今日はもうじゃあ全然大丈夫。いや全然ダメですよバキバキ。これ横一で挨拶結構みちみちに見えますか？あーさ、これができないよね。なんかさ、こういう感じなんかこれで、ね、横一か、ちょっと最初は横一の方がいいかなと思ったんですけど、だから横一がいいかも。それか、そう、怖い。ああ、楽しいかもよ、意外と。もう10年にいるから間違えてもわからない。よし、これでいこう歌うとこだけ。そう、歌はちゃんと歌うんだよ。はい、高校生とか。マルハはなんか歌一緒にこうやってできるの素直に嬉しいなっていう気持ちで今一緒にやってて、ラスト生はすごい頼もしいです。なんか新人だけどなんか新人じゃないぐらい頼もしい気持ちで見守ってます。なんか。2人にも遊び場がすごく楽しいし、みんなの遊び場っていうのをテーマにしてるから、そこがすごい楽しいし、遊び人のことが私はすごい好きだから、そのライブでの空気感、ギャングパレードと遊び人のみんなが作る空気感の楽しさを今日はすごい感じ取ってもらえたら嬉しいなって思います。だから本人たちも楽しんでできたらいいかなって思うし、本当に楽しい。緊張してきて普通な顔してるのに変顔になっちゃいます。でもなんかあの不安なこととかは何もないんですよ別に。めっちゃ分かる。なんか不安じゃない緊張え、なんだよね、やっぱ新しいことが始まるのはでもなんかね楽しい意味だよね。緊張して泣きそう。大丈夫だ。おめえは泣いた顔も可愛いな。可愛いね。なんだよ。一分前なんだみんな。なるほど。のなるはを泣かしたのは。マイクも。はい。頑張れ。わー。あ、こんなところで遊び人のみんなと目が合うかなとか。なんかみんなと一緒に手を挙げて踊ったりしたらなんか楽しい、もっと楽しいだろうなって思って、だからすごい早くライブしたいなって気持ちが日に日に大きくなっていました。
待っていてくれて、ここに会いに来てくれて本当にありがとうございます。なんか泣くつもりじゃなかったのにすごい嬉しすぎて泣いちゃいました。あ、私本当にもう一回キャンプパレードの1位になれたんだなっていう嬉しさと、久しぶりに会う人とか、なんかすごいたくさんの人の前に立つのもすごい久しぶりだったので嬉しかったです。やっぱり新メンバーの影響すごい大きいなと思ったので、なんかいろんなところがすごい、なんていうんですか、どんどん全部良くなっていきそうっていうか、なんか楽しみでしかないです、これから。赤ちゃんの、あ、そう、成長ポイント、それ赤ちゃんのギャオギャオの2番です。絶対同じところを間違えるんですよ。でそれを成長ポイントよいしょ。お前、おかしいだろ。じゃあ乗っちゃおう。なんでじゃあ乗っちゃおうなのか。ジャンパレがどうやったらうまくいくかみたいなのを考えすぎてて、自分がどうすればいいか、それはそれでよくて、でもライブはちょっと違うな。ゼロの方がなんかもう適当な感じでイエーイみたいな。ごめんなさい。何？なんで泣いてんだよ。初めの頃はもう自分自分で周りのゴリラに押し潰されるよ。じゃないと確かに。見て。あんな。マネ見てこんなに楽しそう。頑張れば私も頑張れるんだ。すごい周りのメンバーに支えてもらったから、自分も支えてあげられたらなって。これ使われますかね。てか3年ぶりなのよ、まあ、2年半ぶりぐらい久しぶりだから、なんか前の方が良かったなって思われたくない。英子さん福岡イエー。13人になりました。ビッグファミリーギャングちゃんとなったギャングパレードをこれから皆さんどうぞよろしくお願いします。落ち着いてもうちょっと離れていけたらいいね。2人です。残り風もらってます。成長ポイントですか。成長ポイントは何個かはクリアできたんで、もうそれをこのツアーでなくしていきたいなって思ってます。自分が自分がってもっとなってもいいのかなってすごい横浜と福岡で思いました。豊島は一番目立つぞって気持ちでやります。はい、行ってきます。もみじまんじゅういただきました。ね、これ逆だよ。もみじまんじゅうを食べます。食レポして。うん、おいしい。食レポだよ。まるで白いスケッチブックにカラフルに装飾されたような味です。どこの雪すぎてわかんない。私は岐阜の彦摩呂と呼ばれた女だから。普通のもみじまんじゅうのあんとは違って、生もみじっていうだけあってすごいねっとりしてて、苦味よりは結構甘みが強くて和菓子の甘さって感じですごい美味しいです。どうですか？ねっとりって表現は美味しくなさそう。結構使うよ。あんこの語彙力。私よりは上手。ねえ、深くないで。13人で3回目ですけど、どうですか？はい、だんだんなんとなくステージ上の人の多さに慣れてきたようなまだだなって思ってる。でも面白いですね。毎回何かしらステージ上の上でトラブル起きてるのね。事故が起きてるのね。え、そうなんですか。意外とあるんです。面白いです。せいちゃんポイントでちょっとミスる時とかにみんながこう押したりとか引っ張ったりとかしてるのを見るのも面白いです。ごちゃごちゃしてるんで絶対バレてないなって思いながらやってます。でもだんだん慣れてきたから線もナスもいい感じに動けるようになってきた。急な振り替え公演に来てくれた人を全員まとめて幸せにしたい。
いいことを言う。毎回の公演で MC があることが初めてすぎてドキドキした。素の自分をまだ出せてないみたいなので、だって練習の時のせいでおもろいもん。それがまだ見えてないんですよ、ライブで。それがもったいない。いくよ。ありがとうございます。変な声出された。エナジオムラスウェイキャプレイ。まあ、横浜よりはなんかみんなでやってる感じが感じれた。もっとなんだろう、一体感のあるライブも経験してきてるから、なんか全然こんなものじゃないよなっていう方が正直大きいけど、ちょっとずつみんなとなんかここから作っていけたらいいなって。まだここからですね。そんな未来を想像したらワクワクしちゃうな。おもう数段階、そうね、いけたら恥じらいが見えたわ。うーって言いながらすごいチラチラこう見えてくる。生理心ももっと絶対できるし、その生理のできるっていうのが13人のギャンパレもっとできるっていうののすごい一番大事な部分を占めてくれてると思ってて、可能性の、うん、可能性は無限大ってところを見せてやります。絶対だな。はい、よっしゃ。ありがとうございます。今日は浜松窓枠です。マジで飲み物みたい。このくらいになるよね。なるなる。このくらいになる。マジで飲み物みたいな。ゼロカロリー。マグで、ね、1年ぐらい前に一緒に静岡やってるんですよ。それぶりらしい。まあ、那須はでもずっと一緒にやってきたっていうのもあるけど、せいもやっぱ合宿私一緒にやってたから、ニコ生で見てたメンバーと最初はつなぐ役割をするっていうか、やりやすい環境を作れたらいいなと思って。今は全然あんまそういうのも気にせず話してますけど。いや、もうだから私はもう今日がもうこっちみんな、こんな感じになる。こっちみんな、こっちみんな、こっちみんな、結果してる、もう警戒してるし。だから、あやみたいなこと、あ、私もさ見たのって言ったら交換しよう。交換思いやりのないやつ。どっちかが動くやつ。少しずつこう13人のギャンパレの形を少しずつ少しずつ今形成できてるのかなとは思うんですけど、やることめっちゃまだあるので、もっといい遊びをたくさん作っていけたらいいなと。心の底から素で楽しむことをなんかすごい思い出して、すごいなんか楽しくてあったかい2日間でした。では一番お客さんの目を見ながらちゃんとライブができたかなっていう感じはしてて、もっといける気がするね。いけるやな、俺ら。いけるやな。ただの暴力だけど。ここ誰の時でしたっけ。思い出しますね。みんながこう一つになっていく感じがすごくする中で、ただそこにいるだけになっちゃわないようにしなきゃなってすごい思ってて、私はキングにならなきゃいけないので。ここのおばちゃんがくれました。うん、中になんか入ってます。天だろうが、それは違う違う。このちっちゃいムスの中にいっぱい詰まってます。美味しいですよ。でも大丈夫、自然に言いたいこと、言いたいことはたくさんあるから。これは折り返しなので皆さん、はい、
ヤングパレードの厚さだったり、私たちが大事にしているものは何も変わらず、でもステージはどんどん大きく、そんな風に私たち変わっていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ緊張してた。自分ももっと頑張らなきゃいけないなとかもう思った。もなんかまた追加公演で名古屋来れるんですけど、その時にはなんかもっと成長した姿で戻って名古屋に戻ってきたいなって思いました。あとココさんの MC が良かったです。スレスレの女だった。 MC だった。ちょい弱メイビー。またちょい弱。またでもちょい弱の部分なんや。じゃあ次は何ベイビー目指すの？頑張ってるねベイビー。さあ、あっという間だに折り返し来ちゃったなっていう感じは今日やってて思って、ちょっと焦りの部分はあるかなって感じ。お披露目ツアーは1回しかないから。そうですよね。最後にはもう最高のものを見せたいです。鍵のスティック。これは分裂前です。2019年。嬉しい。今日の仙台の意気込みは？でかい。何を伝えたいのかはあんまし分かんない。考えてみて。ちゃんとしなくても伝わるっていうか、練習中みたいなふにゃふにゃのあるはずだと思う。すれ違ったが泣いてて大丈夫かな。まとまってなくても大丈夫。いっぱい喋ろうって思わなくていいと思う。不安ですか？私はないです。まあね、不安な人がいてもそうじゃない人が支え合っていけるのが13人じゃない？支え合ってすねからね。マジでそうだと思う。で逆に13人いるとみんながみんな元気な時もあんまりないし。おぞーす。おぞーす。あ、大丈夫。今日もこうやってみんなと一緒にライブできたことがとても嬉しいし、これからもよろしくお願いします。進むね。やった。ダメダメだった。じゃあ次頑張ろう。頑張ろう。取り戻そうぜ。すごい人に恵まれてるなって思いました。みんな優しいです。頑張んないと。逆にすごくなんか2人も2人もついてる。例の MC ノート、北海道に来れて嬉しい気持ちとこのツアーを通して思ったことを伝えたいなって。2年ぶりに地元に帰ってきました。本当に今日最高の日にしたいなっていう。ありがとう。ちいかわ作品の方が良かろう。お前の作品だからリリーブだったらいいよ。私の作品の方が良かろう。リリーブだったらいいんだ。私の創作ヘアスタイル。これやばくないですか？これでいきなり SE で出てきたらみんな引きますよ。でも美味しいじゃん、こんなの。美味しい。いやもう出落ちだよ、出落ち。さすがライブだよ。最近いや見た気がする。ギュッと身が詰まった幸せな時間でした。今日はありがとうございます。ツアーの名古屋で全然言いたいこと言えなかったから、同じことを2回はしたくないから。うん、今のいい派手紙たちが戦う。北海道は
ふとみんなと目が合って心がギュってなる瞬間、ああ私ギャングパレードでよかったなって思うんですよ。みんなにもギャングパレードが好きでよかったって、遊び人でよかったって思ってもらえるような瞬間を作っていきたいなって。なんかめいちゃんとは2年前に一緒に来たんですけど、その時もキャントストップあったよね。あった。今こうやってギャングパレードでキャントストップできたことが本当に嬉しくて、言うこと決めてたけどやっぱ声に出したらなんかもっと本当になった感じがしました。話してギャンパレになってよかったみたいなとこちょっとうるっときましたね。さあそこでさルイ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 しちゃルイルイちなみにこっちの方の人たちもなんかちょっと泣き声聞こえた泣き声出すなちょっと泣いてたよ、なんか泣き声聞こえたよ、ね、おーって今日はいつもいいことを言うんで、もう本当に私ってば立ち輪がないんですでもベビーの MC ってさ、この前のぶりだよね。そしたらちゃんとアンコール MC って名古屋ぶり、ありがとうございました、ぶりありがとうございましたしか言えなかった1分ぐらい耳打ちして出てきた言葉ありがとうございますでも前よりは言いたいこと言えたでしょ。私は13人にこだわりたいなってすごい最近思います。なんかこの13人と遊び人でなんかいろいろ頑張りたいなっていうか、果たしたい景色が最近たくさん浮かびますので、もっと頑張りますお腹すいたわー。ここの癖、真面目な話したのにジンギスカンを食べに行っちゃうよ。もうなんか焦りとなんか進めてる嬉しさがなんか半々でずっと進んでるツアーみたいな。まだ足りないの精神でツアー駆け抜けます。じゃあ私はカニを食べてきます。早いですね、半年が。あの時ついていくのに必死だったけど、そうじゃなくなろうっていう気持ちで今のツアーは回ってますね。地元に来た中で一番あんまり緊張してない。このライブハウスにいる人だけじゃない届き方をするライブをしたいなって思います。多分足があの一緒に揃えば多分セミセミファイナルで、なんかリハやってて思ったんだけど、まずそもそもシンプルに集中力がマジで今日やばいと思ってて、全員焦った今日のリハは正直ちょっと気を引き締めるの、やっぱりいいものを見せたいかな。なんか慣れてない曲の慣れてないのがずっと慣れてないってなってて、今日ライブ映像とか、あとスーパーパとかにも言われたけど、ライブのその歌ってない人の顔がやばい時とかも結構あるし、MC の時に次何考えてるかとかでも顔に出ちゃったりしてる人が結構いるから、リハを周りももうちょっとね、そう周りをもっとこまめに見ながらリハを望んでってやったら、もっとよくリハも回るなっていうのはすごい思う。だから結構周りを、13人もいるからやっぱり1人っていうか、周りを見て周りを合わせるっていう力もリハでやってた方がいいね。柔軟さがすごい必要に、多分もっともっと多分な13人とこれから今日のリハです。やっぱ練習時間がなかなか確保できないから、リハとかでどんどん精度上げていかないと結構追いつかないなと思って。はい、はい、ジャンプレイ、バイバイ。牛タンモーモーとか、北海道でっけーとか言ってます。なんか自由に行っていいよって言われて、今日はたこ焼きハフハフって言いました。騎馬戦の係やんで、いつも必死で聞き取れないんですけど、今日初めて聞き取れて、ちょっとニヤニヤしてて、今日笑ってる、絶対笑ってる、ベビーの方が笑ってんなって思う。今日はたこ焼きハッ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 です。ただいまー、はい、もうええで
遊び人のみんな顔見ると心がまん丸になるんですよ。みんなにとってもそういう場所になったら嬉しいなって思います。うんうん新しい今回のツアーのタイトルが私の大好きなグレイテストショーマンっていう映画のタイトルのオマージュになってて、一人一人が特別で最高にグレイテストなショーをみんなとまた大阪で作りたいので、ありがとうございました。次がツアーのファイナルなんで、もっともっとできるって思ってます。もっともっといいものをファイナルで見せないきゃなと思ったし、なんか今の遊び人に見てもらいたいなって思ったライブでした。いいライブってちょっとなんか大きい言い方だけど、どうやったらもっとなんか遊び人と一体感のあるライブができるのかなっていうのを考えたいなって思います。カメラのここに反射して映ってんのひーちゃんが、まだいけるなって終わったと思ったんで、なんかセミファイナルでそう思ったってことはファイナルでまだいけるってことだから頑張ります。頑張ります。やったものが集大成じゃなくて、集大成としてどう見せたいかをこのツアーを振り返ってみんなでリキッドを立ちたいなって思います。仲良しですね。わぁ何今の、わぁ見ててわぁそんなんじゃない、わぁファイナルです。どうぞどうぞ。やるだけです。見てください、これ可愛くないですか。水に命を持っているので、手紙と手紙だけで頼むから何かとにかくやって、まだ見たいって思われたらいいなって思います。今までこのツアーで経験してきたことを体感してやってきたらいいなっていうの、あと時間にもだいぶファイナルはやっぱいつになっても緊張しますね。開かないトイレ。全然満足してないです。もっと大きいステージでもっともっともっとたくさんの遊び人と一緒に遊び場を作り続けていきたいです。でもみんなと遊び人と私たちで一緒にいれば絶対もっともっと大きくなって、もう宇宙一楽しくて最高で、もう大きな遊び場になると思うんです。これからも13人のビッグファミリーギャングちゃんをよろしくお願いします。結局なんかすごい楽しかった。いや、やんねえよ。今までのそのツアーで思ってきたこととかが結構全部なんか急に込み上げてきちゃって、もっともっといいものを見せなきゃいけないなって思うので、もっともっとやりたくなったライブでした。なんか満足できないな、これからだなって思った気持ちでした。あ、終わっちゃうのかっていうすごい寂しさが込み上げて、ファイナルでそれを思えたっていうのは良かったなっていう風に思えた部分はすごく良かったなって思ったので、まあ旧大点かな。まだまだ底なしのなんか部分を感じてもらえるように次からもう切り替えて頑張りたいなと思います。とにかくもう今日は全力でやって追加ポイント3つしかないので、いいスタートを蹴れたらいいなと思って、なんか自分に楽しいっていう暗示をかけて
楽しみなんですけど、ちょっと緊張する気持ちを出てこないようには抑え込んでます。今日はアンコール MC でうまく伝えるのってすごい難しいなって思うんですけど、でも言葉で言わなきゃ伝わらないことっていっぱいあるんだろうなって思ったので、左右ちゃんとそういうところを言えるようになりたいなって。今日はイエスです。今日はいいマシ言いたいです。初披露ご謝罪だって、私たちのユニゾンもあります。気合は十分。でもまあ楽しみ、やりたかったから久しぶりにぶちかまよ。ハイホープスとなってまた大阪に行きました。そろそろ関西弁喋れるようになってもええんちゃう。せやな、今日ライブめちゃめちゃ元気な状態で来させてもらいます。次、次ミッシャー、頑張れ。私また歌いたい、もっとセンターに立ちたい。めちゃんこれならどうだ。ライブをするたびにもう本当に楽しくて仕方なくて、それと同じぐらい皆さんに感謝とみんなが大好きっていう思いをこれからも直接届けられたらいいなって思っています。コント楽しかったですね。想定よりちょっと受けちゃったっていう。知らなかったのマイカさんだけだよ。そうなの？そうでしょ、知らなかった。ライブが楽しい言ってこととか、あとはお客さんにありがとうっていうのは言えたから良かったかな。伝えたかったことはそれだったのでって感じ。でも緊張して片言になっちゃうんで、そいつを直したいです。たった1週間でどれだけの違いを見せられるかなって、すごいそこが課題が大阪なのかなと思ったんですけど、まだまだかなって感じがします。藤山さんが普段ひどいからちょっと優しい言葉かけたら泣いちゃった。最悪だよ、俺のせいだよ。よかった頑張ったね。頑張った証拠や。よかったよかった。ベイビーが、いや今日一番良かったよ。いや、そういうの一番取ったんだよ。ベイビー、ちょっと思い残しもあったツアーだったなって個人的に思ってたんですけど、うん、ちょっと褒められて嬉しかった。全力で良かったよって言っていただきました。一歩目です。これからも頑張ろうよベイビー。頑張ります。すごいです。 Z の3人はでも私が被ったら一番面白かった。イエーイ。
ということでリボンチャーム来ました。ミキは特にレートが高いので誰のでも交換可能。しゃがんだらいい。面白いもんね。え、何鼻血？大丈夫？多分興奮。興奮してみんなで鼻血出すぐらい興奮しよう。二度と触るんじゃねえ。やめなさい。もう今の本番中だからしっかり。二度と話しかけてくるな。大丈夫じゃないから涙が出るんだよ。人間はありのまま見せていいんやで。このメンバーの来い来い来いなせ。何がやってたの。思い出した。今までいなやってたけど、また思い出した。本当に自分がもう何にもできないダメダメだった時に月ちゃんが一緒にオーディションでやってくれた曲で、迷惑かけてるなとか電車止めちゃってるなみたいな思ってることとかもあって積み上げたものがありました。直前に鼻血も出したし、頑張れでお願いができたことがすごい嬉しくて、次は笑顔でやります。一個できるようになった曲じゃん。だからそうやってできるようになればええねん。思い出しな、私はお願い大好きだよ。頑張るよ、次も。おはようございます。おはようございます。3人でここまで来れてよかったなって。初日が中止になっちゃったから、そういう意味ってですけど、あの無事になんとか回って最終日を迎えられるのがよかったなって思いますね。ひとまず完璧じゃん。完璧じゃないです。こんなに緊張してるアンコール MC 今までにないです。私なんだか口利けんだってかかってこいよ。なぞかな、かげられ。初挑戦。まあそう。これで焦ってたらなんかメンバーにそんな別に焦るもんじゃないよって言われましたけど。順守って感じを覚えました。それでは開演まで今しばらくお待ちください。なかなか聞きやすい声。あ、本当ですか、うん、よかった。だからなんかその初めまして、こんにちは、今向けで、はい、はい、心を燃やせ、頑張れ。みんなが住んでいる場所に会いに行って全部でライブがしたいなって思ってるんですけど、頑張って売れて会いに行くので待っていてください。夢はでっかく、こっからも私たちでパレードを続けていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でした。みんなが、みんなが楽しそうで嬉しかったです。今のギャングパレにとってめちゃめちゃ大事なツアーだったんじゃないかなと。まだまだでも成長するギャングパレードを見ていてください。ハイホープス、ハイホープス。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わっちゃった。まあまたまだまだ行きましょう。また次は、続きは秋だけど夏にももっと強くなります。ビッグファミリーギャングちゃんはまだまだ行きましょう。今までで一番寂しい。終わって寂しい。でもまた終わりがなかったら始まりもないからね。そうです、そうです。終わりがあるから始まりもあるのです。そうやって進んでいくんだ。進んでいくか。まだまだ行こうぜ。
ケジュール見た時とかさ、いやいやすごいな、いやいやちょっとこれ本当に大丈夫かなみたいな、だって北海道大分みたいな、あったあった、あったで1週間帰れないみたいなとかあったじゃん。だけどなんかちょっと一旦冬になって落ち着いてさ、こういうライブがない期間があるとやっぱめっちゃ寂しいし、去年その活休してた時とかさ、半年ぐらいライブできなかった時のこととかを考えると、あとコロナの時とかね、やっぱりたくさん会えることとかがね、こんなになんか、それが一番いいですか、濃い活動ができたことがやっぱり、一番嬉しいよね。 あっという間なわけじゃなくて、めちゃめちゃ濃い、なんか思い出は、そうだね、もう思い出しきれないぐらいあるんですけど、なんか目まぐるしくね、毎日がね、過ぎてたよね、再始動、ね、そして那須子繊維が仲間になってくれて、ね、で、今年すごいライブでみんなに会いに行けて、遊びに行った。めっちゃライブしたね。めっちゃライブした。だってツアーいっぱいやらせてもらってた。今年1.5はあっという間だった。っていう話はもうしたよ。やんぱれ元年でしょ、なんか。そうね。やんぱれ元年って。1年目の初めてでしょ。やんぱれ、とても良い遊び場の1年でした。でもあんたもだいぶ、ベイビーらし、ちゃんベイビーらしさが出たね、今年で。大人になった。いや違う、違う。違う。それまでは、もう引っ込み思案で大変やったやん。確かに、うん、それが今、こんな我が物ベイビー、でも私、元旦で泣いてないよ。え、泣いてない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 、違う、始まる前に泣いてよ。そうでしょ、始まる前に泣いたっけ。元旦のライブで、元旦のライブで超覚えてるのは、キャントストップで変な、めっちゃ覚えてる。1番から2番への移動の時に一人だけ一人だけ移動できなくて乗り残されてる。でも、しかもさ、あのさ、ベベさ、だりませんのコロナの時にさ、泣いてた。でけんから。絶対間違えた。めちゃ覚えてるわ。PPG のケチャの時にも泣いてた。あ、マリスさん、PPG の途中で泣いたわ。そう、めっちゃ泣いてた。しんどすぎて泣いて。あんた泣いて泣いて嘘ついて。そうだよ。嘘つくのよ。泣きすぎて持っちゃった。泣き虫持っちゃった。でも、強くなったな。そこにもっと泣き虫。泣き虫せいちゃんがいる。そんなことない、そんなことない。そんなことない。キャンパレ行かなくちゃ。君がね。カジでさ、眉毛さ、こんな本当あるんですよ。初日のアンコール MC っていうのは肩が3倍重いですけど、いいスタートが切れるように喋りたいなっていう気持ちはあります。ちょっとイメチェンを測りました。13人いるからちょっともうちょい明るい人いてもいいかなとか。過去をしてよみたいな、そのエブリシングマストゴーは毎回毎回新しい気持ちでやりたいなと思います。見に来てくれる人でもやっぱ新鮮な気持ちでライブを見てもらいたいし、毎回なんか違う感動を届けたいなって思います。秋ツアーはもうセイナスの新メンバーではなくなるので。それ何ですか。ファンストの勝利者に隠せるファンスト感も、なんかさ、ちょっと塗りが雑くない。ふふふふふ、塗りが雑くない？これだって結構ね、甘いとこあるっすよね。めっちゃアホな顔する。初日かましましょう。ウェイ、はい、頑張れ。前回は13人を初めて見てもらうツアーだったんで、今回は13人もっと楽しみになる、それを更新し続けたいです。なんかもうちょっとこうギラギラしたっていうか、かっこいいやんぱれな感じも今回のツアーで見せたいなっていうのはすごい思ってます。牛もね、まだ私たちのこと知らないと思うんですけど、北海道でやらなきゃいけないことがまだまだ残っていて、まさにね、キャンパレ行かなくちゃなんですよ。本当に遊び場って遊び人がいないと作れないんだなって、ライブをするたびに思うし、大切な時間をキャンプパレードに預けてくれてありがとうございました。
涙が溢れた。こうなんか溢れ出てる感じはするんだけど。一回ちょっともっとできたんですけど、言葉にできなかったんで、うん、ちょっとそこ。まだトライしようとしてる感じはあったけどね。頑張ります。うん、頑張れ。はい。期待してるよ。頑張ります。でもこれは遊び人に言ったら飛んじゃうから家はない。まだ秘密。え、マジでラーメンと寿司どっちにしよっかな。広島かまします。これでギャングパレード。そうそう。せーの、ね、1、2、3、4、うん、前回広島は延期になって予定が変わっちゃって来れなかった人もいると思うので、みんなの一人一人の目を見ていきたいなと思います。あ、緊張しております。いつも通りやっぱ MC、 やっぱ MC です。まあ広島の皆さんと楽しめたらいいな。久しぶりだからね。そう、半年同じ曲やってんだろ。はい、もうあと2曲今日ミスったらマジでマジで怒るから。クロー怒る。はい、じゃあマイク取りに来てください。よしもーです。クロー、よー飛び出す。かませいギャングパレード。はい、はい、頑張れ。まあ次はこちらいいこととか言えないし、こうやってすぐ泣いちゃうんですけど、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございました。ここだけ元通りない。どくさなくさそうな顔して、ねえ、くさい、くさい。頑張った証拠だよ。バッと滑る。バッと滑る。何で怒られた時？ブラニューの見た目のヘイヘイ、ほんとしたずっと言ってた。3秒後に見ても叫んだ起きた。あんた反省してないだろ。いや、反省毎回してるって言った時もある。やっぱ反省、今一瞬だけでこんなにいっぱい言われた。さ、みんなできへんからまだ言わんでいいやみたいなのあったから。あー、確かに。それは次の段階に行ったってことだから頑張ります。熱気がすごかった。どうでしたか？リズム感がやばかった。ノーシューズでも自分の？ねえ、お客さんの、お客さんそうクラスがすごい揃ってた。あれ、セイポイントの一覧を見て、えだもうみんなが怖い。見ました。怖い。みんなが怖いだった。な、いかにさ、細かく早く食べれるかして。よーい、スタート。どこあっさおっか。1、2、3、4、5、6、7、8。高いの6のここの引きが右と左違った。あ、痛い痛い痛い。いじめ現場取られた。またパワハラ。甘やかすな、甘やかすな。パパママ怖いね。どっちの方が怖い？いなかった。セトレには慣れてきた頃なんですけど、気を抜かずちゃんとある曲一曲大事に届けたいと思います。頑張れーまー。広島はパワーをテーマにしてたんですけど、よかったって言ってもらえたので、そこに愛をプラスして愛とパワー。遊び人のみんなが大好きです。
名古屋の宝として恥じぬよう名古屋に帰ってまいりますので、また会いたいです。今日は本当にありがとうございました。なんかずっと後ろの方の人までこう手が上がってるのが、バンドライトもみんなつけてくれてるから、すごい見えたのがめちゃくちゃ嬉しかった。どうしたの？どうなってんの？ぎっくり腰みたいな、なんかわかんない。見たい、見たい、見たい。一気にそんなに心配見てもいっぱい生えてるよ。初期の言葉に入りなさかった。どういう何が生えてる？よし、あざとい。普通の音わかんない。あざとい。あら、敵です。エブリシングマストゴーツアー福岡。ロゴがさ、福岡のさ、そのさっきも言ってたんだけど、壁っていうかさ、うん、なんかここだけ結構みんなで気合入れて、うん、そうね、バレてない誰にも。はい、12番前カイナスターです。よろしくお願いします。みんなが得意な方どうすればいい。今その声しか出ないんだったら、その声しか出ない中でどうやったらお客さんが喜ぶかなこともらえるん。それはうちらが悪かった、ごめんね。写真撮影およびる動画の撮影は可能になります。ただ心配なんだけど、なんか大丈夫かみたいなのとか声をかけすぎちゃう。これガイドラインを遵守し遵守し、あ、バカが露呈してるよ。おバカちゃんがいっぱいおるわ。今じゃあウィーン、はい、出たバーン。福岡でロゴスを埋めるっていうのは一個の夢だったから嬉しかったです。今日絶対に負けらんねえと思って、もう負けたら一生これパンスト被れるチャンスないなって思ったんで、そう、負けたらパンスト引退かなって。良かった、いい勝負、いい勝負だった。考えすぎちゃうんですよ、全部いろんなことを。もう目の前のことやってやるって握れれば多分いいんだと思います。なみなみに見えて一緒だから、バイトって顔しました。なんか全部頑張ろうって思えるのが本当に遊び人の皆さんのおかげなんですよ。ありがとうございます。君が、君だ、君がいない未来ありえない。ちょっと暗くなっちゃったかなっていう。熱い。最初笑ってましたよね。早かった。いや、早かった、これめっちゃ早かった。成功したから喜んでる。違うよ、違う、成功したって喜んでるやろうなって顔しててさ、喜んでた。そう、私とここがちげえよ。恥ずかしいな。成長やっぱね、行かなくて。ゴーゴー。でも途中からデコ出しになってる。一回もやってないから。まあでも、やんなくてもいいし。本当にいいのそれ。いや、やりたいですよ。やんなくていい。やりたいですよ。いや、違う違う、やりたいですよ。あんた吉本で何学んだの？そんな、今日の前が見たじゃん。ファッションじゃない、ファッション。お、いい。ほら。よっ、そういう、そわそわ、いろんな大阪の大きいところにこれから立っていけるなって思ってもらえるようなライブにしたいです。その日を楽しみに来てくださってるのが SE の時から伝わるから、それにを超えていかなきゃいけないなというのはプレッシャーがありますね。ね、うまいよ。にゃーん、デビューで、デビュー日です。初めて遊び人に絶対負けねえって気持ちでライブをしました。大好きだなって思える人たちがいっぱいいて、私は幸せ者です。私たち13人だけがビッグファミリーギャングちゃんなんじゃなくて、遊び人のみんな含めてビッグファミリーギャングちゃんです。ありがとうございました。暑かった。
とできてたよ。できてた。ゆゆさんがそれだって顔してた。もうおいしい。可愛いやつらだけにカメラの前独占させるわけにはいかねえないからね。最高最高。どっかに使われるかな。わかんない。やっぱり行かなくちゃ。鍵の付き。なんかそのあんまり性が使わなそうな言葉がちょくちょくその文章っぽく聞こえるから、いつもはちょっと結構 MC で硬くなっちゃうから、いつもの私を出せればいいなって。スイ何をされてるんですか今。あのアンコール MC の確認しています。めちゃくちゃ久しぶりなんですよ、アンコール MC とか喋るのが苦手なので。なんか声の MC すごそうだし、いやあれはインパクト強いですからね。まあでもそれは声らしさだと思うので、私は私らしく、まあ、声の感じに飲み込まれないようにちゃんと喋れたらなとは思ってます。いやあの後喋りづれ。県内の人にとっては別にセミファイナルあんま関係ない人もね多いから、県内の人に向けてしっかりライブをしたいと思いますね。思います。なんか今日丸くない？今日は巻きました。うち巻きにしました。かわいいです。うちのキャノンさんかわいいでしょ。そうですね、今日はやっぱり仙台初めて見る人もいると思うので、このツアーをはい。うちのカメラ苦手すぎだろ、うちが。ジメジメクラブ、ジメクラやから、あの隅っこジメジメクラブというあのちょっと インドアなね、北にいるあの実はユニット名がありまして、ね、美味しいお気をミサビの終わりから、はい、一番通りに並んでください。やめるぞ。やっぱれまーす。あのずんだシェイクも堪能させていただきます。ずんだーす、ずんだーす。今日当たらなそうなんで前髪ガチガチで固めちゃいました。キラヘイ、君をどうぞ。勝者、ありがとう。あら、羽生まれたキラメイさん。お疲れ。めっちゃやった。うせやな。受けてます。遊び人を見てるとこう緊張しなくなってく自分がいるのに気づいて、なんて言っても受け入れてくれるじゃないですけど、この人たちいるから大丈夫だって思えるようになってきてて、ツアー中に。私テーマパークめちゃくちゃ好きなんですよ。でも最近は行ってなくて、でもそれなんでかっていうと、この遊び場がテーマパークみたいだなって思います。あのミラーボールにエルメバンドがすごくこうキラキラ反射してるのがライブ中に見えて、なんかその時に、あ、なんて素敵な時間をまた今日も過ごさせてもらったんだろうと本当に嬉しい気持ちでいっぱいになりました。今日本当にありがとうございます。仙台いいな。ナイス高間サンバ。こうやって狙っていかなくちゃを狙いに行くのあんま好きじゃないんですよ。最後にこういい感じで、でもさ、そんなん言ってたら絶対使ってもらって。みんな狙ってるか。最終日ですね。やっとゼップです。やっと帰ってこれたなっていう感じがします。なんかこっからだなっていう。今日は家で帰ってきました。緊張してますね。姫にします。せーのよっ。プリンスとして頑張ってます、このもじゃもじゃ姫を。大丈夫？え、何？筋がピキッ
ね、もう最悪。一旦袖いける？大丈夫大丈夫。泣いちゃった。100% 動けないという辛さはここはありますけど、そこはボディサティソール13人もいる。そうだ。今の肩のキラキラ分けてあげよう。キャプリー！朝はまだやめないで、もう感じこそ一つ。現状ぐらいから罪悪が切り始めました。まあ、自分的にはもっとできたこともあったなって思ったんですけど、と思い出とかはやっぱりみんなの中に残っていると思うので、すごくいい新たな一歩が踏み出せるスタートにまたなったらいいなと思って、フォーエバーマストゴーなんで行かなくちゃ。ライブパレードは遊び人のことが大好きです。絶対にギャングパレードが遊び人のことをずっと笑顔にするので、これからずっと一緒にいてください。お願いします。倍ぐらいあるんで、シャトルランしてるみたいな感じでした。端から端まで人が入れるのはどちらだけなんで、ちょっと端まで行きたいですね、今日は。楽しみだよ、楽しみだよ、楽しみだよ。頑張るぞ。バック幕張。緊張しますね。でかいです。なんか見て感じることがあるんじゃないって言われたんですけど、でも言葉にするのが難しいなって感じです。緊張します。ついにこの日が来ました。でもあんた本番に行くから大丈夫だよ。本番の方がまだ、いやだってなんか、はい、それまでが無理なんです。キクを踊りなさい。間違っていいか、見たかみんな間違えるから。変なとこ行ったらもう押し出すから。邪魔だったら押すから。もう邪魔だったら端の方に入れます。じゃあこっちっつって、途中からなんかもう頑張る。大丈夫よ。大丈夫だよ。なんか確認してないとそわそわしちゃうけど、確認しても対象が自分だなってことだよな。まあまあ、本番まではいっぱい確認したらいい。早くここに戻ってこれるよ。はい、はい、頑張りましょうや。はい、アップとギャングパレードの未来を作る、そんな一日にしましょう。はい、はい、
グループだなって思ってもらいたいし、一番楽しかったなって、なんかどのグループワック楽しい、ワック好きだなっても思ってもらいたいけど、その中でもやっぱり一番にはなりたいなっていうふうに思います。なんかうちらが一番でこう引っ張っていけたらワックも続いていくから。今ファウルの話してたんですよ。なんか普段はあしらわれるところで今日は手をつないでくれた。しょうがないから今日は特別サービス、今日はつないでやろうかなと思って幕張だからつないでやりました。そしたら嬉しくなっちゃってうわー嬉しかったの、ルルルした、ルルルした。まだ行けたっていうかさ、出し切って叶わなかった、うん、本当にそう、マジで全然届かなかった。どんだけ砂漠したも届かなかった。楽しかったとか、あの帰りかけて嬉しかったみたいなのより全然悔しい気持ちの方が。ありがとうございました。そんなに表情良くなってた、本当ですか、うん、嬉しい、初めて褒められた。初めてじゃねえだろ。本当に本当に初年目にしてちょっと泣きそう、私今楽しそうだったよ、みんな楽しそうだったよ。泣いてる泣いてる泣いてる。よかったね、よかった。楽しいのが一番大事、楽しいのが一番楽しかった。お疲れ様です。お疲れ様です。初めてこんな明るくしました。楽ですよ。髪の毛の準備の時間がかかんない。乾かす時間が短い。ズボラなのがバレちゃう。もう帰ってください。置いてきますよ。メリークリスマス。私たちエンジョイプレイ。みんなの遊びはギャングパレードです。私からギャングパレードが始まって、もう2022年全部がもう嬉しくて楽しくて、本当に全部大事だなって思っていて、なんかそれは新しく出会えた遊び人だったりとか、ずっと好きでいてくれる人たちがいるおかげだなって、みんなのおかげだなってすごく思っていて、あのみんなにもね、そんな風に2022年キャンパレと出会えてよかったなって思ってもらえたら嬉しいし、来年2023年は今年を余裕で超えちゃうぐらい楽しい年にしたいなって思っているので、そんな刺激的な日々を一緒に過ごしてくれたら嬉しいです。初めてこの大人数でステージに立ってみたり転げたり、そう転げることもありましたね。思い出がありすぎてるけど、まだまだやっぱ増やしていきたい気持ちです。やばい、バンドライト、パパが、え、当たったの、パパが1日のライブ当たったって。すごいすごい、もちろん自分が想像してたギャングパレードとまたいい意味でなんか違ったギャングパレードが見れたなって思って、それこそ私はその分裂のタイミングに入ってきた人間だったので、その中野サンプラザで行われた神谷さんの卒業のやつだけだったので、その時見たギャングパレードとまた元旦に見たものといろいろ姿形を変えてこれから先も進んでいくんだろうなって思いました。その時々のなんか魅力がすごいギュッと詰まってるグループだなって思って、まあ歴史は長いですけど、なんかどのタイミングで好きになったお客さんもなんか今しかないギャングパレードでずっと動いてると思うから、なんかその今のギャングパレードをすごい楽しんでくれたらいいなって思います。
真面目な話してた。やっぱり来年はなんかできることだったりとか、なんだろう、その今までじゃない、やったことなかったことみたいなのをすごいやっぱり増やしたいなっていうのはあるので、すごく勝負の年なんじゃないかな来年は。毎年言ってるんですけどね、これ毎年勝負勝負って言ってはいるんですが、前上にギャングパレードっていうグループがどういうアプローチで他のグループと違ったりとか、アイドル業界で爪痕を残せるかは一個一個大事な気がするので、もっと外に向けての考え方を来年はたくさんよりしたいですね。まあ、強みをもっと見つけたいですよ。アンドッキアライグマアンドッキツイッターで見ましたっすね。あれはラクーンを、タベッコ動物に書いてあったラクーンをアライグマかタヌキかっていうので論争してる動画だったんです。あれ本当は4、5往復ぐらいしてるんですよ。いや結構前半を収められなかったんですよ、気づくのも。勝手にうちらがやってたから、ちっちゃい声で「あぬき」って言われて「いやアライグマ」「キ」ぐらいやった「あぬき」。いや違う、アライグマ「あぬき」。ダンボ三兄弟みたいになってる。じゃあもうちょっと頑張ってみる。OK、 ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、頑張れ頑張れ、てみる。上向けない。あ、なんか、あ、行くよ。はい、チーズ。オッケー。